皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回は名古屋市東区の白壁地区を散策いたします。シリーズタイトルは名古屋白壁アクト4シリーズ最終回双葉館。日本の女優第一号の川上貞奴の邸宅であり、当時投資家から実業家に転向した明治大正時代の電力王福沢桃助が名古屋の拠点とした邸宅双葉館を散策いたします。 Hello all over the world. Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. This time I walk around the Nagoya tourist attractions. The title of this series is 白壁 Town in Nagoya. Act 4, final episode of the series, Western style house, Futaba Mansion Museum. The Futaba Mansion Museum was a residence of Sadayako Kawakami, who is the first Japanese actress. And also the mansion is the Momosuke Fukuzawa's base in Nagoya, who was Japanese famous businessman and the king of electric power industry in Meiji Taisho era. This time,I'm going to stroll around the Futaba Mansion Museum. Let's enjoy the video. Thank you. はい、ということで、それでは例によって Google マップを使って、今回のルートを確認したいと思います。前回ですね、豊田佐助邸、豊田家一族の、邸宅の一つである豊田佐助邸を見学しました。で、その付近から出発をしまして、東の方向ですね、東の方向にずっと進んでいきます。で、交差点、信号のある交差点に当たりますので、ここを右に曲がってすぐのところ、およそ4分ほどで到着します。非常に近接している場所です。はい、こちらが双葉館です。はい、双葉館に到着しました。こちらの洋風の建物が名古屋白壁にある双葉館となります。では、ちょっと入っています。はい、それで今回文化の道で、いろいろな邸宅や、それから資料館、レンガ作りのところも回ってきたんですが、こちらの建物だけは有料となっております。ただ有料といってもね、200円ということです。大人1人200円。非常にお安くなっております。はい、そしてこちらの邸宅、双葉館は、川上貞奴という方の名義の邸宅だったそうです。ただこちらの建物を建てたのは幼なじみの福沢桃助だったようです。はい、それで福沢桃助がなぜ東京から名古屋に来て名古屋に拠点を移すことになったのかっていった経緯をちょっと説明しておきたいと思います。福沢桃助は、株式投資家をやってました。なんか体の具合が悪かったようで、会社を辞めてしまって株式投資をやっていたそうです。で、その後にですね、その株式投資で非常に勝つことができまして大金持ちになったといった経緯があります。はい、そしてその株式投資で得られた資金をもとにして実業界に参画していくことになります。その資金をもとにして会社に出資金として投資をすることによって会社の経営陣として実業界に参画するといった道を歩みます。はい、そしてある時にですね、名古屋に電力会社名古屋電灯という会社がありまして、その会社が、ちょっとあと業績が悪化しているということで、この会社に、投資をしてみてはどうかという話を、もらいました。それ誰からもらったかっていうと、名古屋の、三井銀行と名古屋支店長をやっていた矢田関という人からその話を受けました。で、この矢田関っていう方は、慶応義塾で、桃助の先輩だった人だそうです。それで、桃助はですね、おそらく慶応で先輩で、よく知っていた人からそういった話を受けて、先輩だったっていうこともあって信頼をしていたんでしょう。それだったらちょっと、投資をしてみようということになったようです。おそらくその頃も、桃助は資金をたくさん持っていましたので、自己資金を投資をして株を買っていったんだと思われます。ただ、それだけでは足りなくって、三菱銀行というところから借り入れをしまして、借り入れた資金も使って、この名古屋電灯の株をどんどん買っていったそうです。そして最終的には名古屋電灯の筆頭株主
となるまで株を買い進めていきます。そして桃助はですね、取締役として経営陣として名古屋電灯の会社に参画するとともにですね、常務取締役に選任されていくこととなります。こういった経緯があって名古屋電灯の株式を買い取って、経営に参画していくといったことがあったので、桃助は拠点を名古屋に移して名古屋を拠点として活動するということになりました。それで外からですね、投資家として入ってきて経営陣に座っていた桃助を見て、名古屋の人たちはおそらくですね、投資家、株主の人たちはちょっと何かやってくれるんじゃないかなという期待があって期待をしていたようなんですが、名古屋の財界の他の人たちは、桃助のことを見てですね、投資家から、経営陣になったということで、やましじゃないかと、言っていた人たちもいたようです。そういった経緯もありまして、この桃助自身もですね、この名古屋の地元の財界の人たちと、コミュニケーションを取りたいといった意向があったんだと思います。そして、この名古屋の財界の人たちが、たくさん住んでいる、この白壁、名古屋の白壁っていう地区に、邸宅を一つ作って、これを社交クラブとして名古屋の地元の財界人の人たちとコミュニケーションを図った、交流を図ったといったことで、そのためにできたのがこの双葉館だったんではないか、そんな感じで考えています。こちらの写真の方、この方が福沢桃助、明治大正時代の電力王です。そして桃助は、こういったことがあって名古屋を拠点に、この双葉館を拠点として事業活動をしていくわけなんですが、一人で住んでいたというわけではなくって、女性のパートナーを一人連れてきます。その女性が、日本の女優第1号の川上貞奴子といった女性です。その頃ですね、川上貞奴子は旦那さんが、もう亡くなってしまって、それで連れてきたようなんですが、実は、貞奴子とそれから桃助は、学生の時代、桃助が慶応義塾で勉強をしていた頃からお互いに知り合いだったようです。そして実質的にこの双葉館のオーナーであった、福沢桃助とそれからホスト役ということで、日本第1号の女優の方がホスト役として、この社交クラブ双葉館が運営されていったわけです。日本第1号の女優の川上貞奴子さんの写真もちょっとちらっと見えましたが、非常に美しい方ではないかというふうに思います。そして福沢桃助が名古屋電灯の経営陣となって初めてやった仕事、それは何かっていうと、ライバルの名古屋電力という会社と戦うことです。実はですね、福沢桃助は名古屋電灯に投資をしているときに、ライバルの会社がある、名古屋電力という会社があるということをよく知らなかったようです。そして、自分が経営陣になってから、ライバルの名古屋電力という会社が名古屋の財界、地元の財界の奥田さんっていう人がやってる会社で、東京の渋沢栄一と協力をして作った会社だっていうことに気づきました。そして、名古屋電力は名古屋電灯の2倍ほど、電力を供給する力があるということで、非常に大きな競合ということで、非常にこれを脅威だというふうに思ったようです。福沢桃助からしたら、そんな、強豪がいるなんて話聞いてねえよみたいな話だったと思います。おまけにですね、福沢桃助は自分のお金を、名古屋電灯の株式に投資をしています。そして借り入れまでして、三菱銀行から借り入れまでして名古屋電灯の株式を買っていたわけです。それはもう自分のお金を使ってまで投資をしているってことであって、それでライバルが自分のところより大きくて強そうだって分かったら、それは気が気じゃないですよね。非常に脅威だと思っていたと思います。そして絶対これは勝たなければいけないと、そう思っていたに違いありません。ということで、福沢桃助は、投資家をやっていたということもあって、それから経営の経験、他の会社での経営の実務の経験があったということもあって、こういった局面をどうやって切り抜けるかっていうことは、おそらく常日頃から、頭の中でシミュレーションをしていて、よく分かっていたんだと思います。福沢桃助が取った方法、2倍の
電力供給能力がある名古屋電力に、挑んだ方法、そして渋沢栄一という、有名人が、バックについている会社に挑んだ方法というのは、実はなんと名古屋電力の株式を買収をして吸収合併して、ライバルをなくしてしまうという方法だったわけです。はい、ということで名古屋電灯という会社は、この福沢桃介の、この合併のプランによって、名古屋の電力マーケットを独占的に獲得することが、できたといったことになるわけです。こういった、福沢、桃介の他にもあったとは思われるんですが、一連のその経営者としての手腕を買われて、最終的に、福沢桃介は名古屋電灯の社長に、選任されることとなります。一方でですね、名古屋だけではなくって福岡の地において福沢桃介は、後輩、慶応義塾の後輩の松永安左衛門という人と一緒にですね、電力と路面電車、鉄道の会社を、設立します。この、会社の名前が、福博電気軌道といった会社で、現在の西鉄とそれから九州電力の前身となる会社です。これを、設立します。はい、ということで、当時福沢桃介はですね、この名古屋電灯の株式に投資をすることによって自らも経営陣として、経営を行っていたんですが、この名古屋での電力会社とは別にですね、福沢桃介当時から言っていたようなんですが、電力は、これから日本に確実に普及して成長して いくだろうというふうに考えていたようで、名古屋を拠点として活動しながら、かなり離れた福岡の地で、鉄道会社、福博電気軌道、鉄道と電力の会社ですね、この会社を、起業して代表をやっていたと。で、実質的な経営者は福岡というのはちょっと遠いのでなかなか行けなかったので、実質的には経営者は後輩の松永安左衛門がやっていたといった形だったようです。はい、そしてこの福岡の福博電気軌道という会社が、名古屋の、名古屋電灯と、合併をして、そして、供給エリアをですね、関西ですとか四国の一部に広げていって、できたのが、東方電力という会社です。実質的にですね、福沢桃介は木曽川で電源開発をして電源から電力を供給する会社を設立していました。大同電力という会社です。福沢桃介はこの大同電力という会社の社長をやって、東京、大阪、名古屋に電力を供給するといった事業をやっていたそうです。はい、そして桃介は、水力発電で電源を供給する会社を作って、そちらに専念をするということになりましたので、電力を、家庭に送る、家庭や事業所に送る配電の会社、こちらは松永に任せることになったんだと思われます。この九州の、もともと福博電気軌道と言っていた会社が、名古屋の名古屋電灯という会社を、九州合併しまして、できたのが東方電力という会社です。で、松永は福岡にいたんですが、東方電力という会社は、実質名古屋に本部があったので、松永が名古屋に出てきたといった形になっていたようです。ただ東方電力という会社はおそらくこの全国展開を考えていたんだと思われますので、登記上の本社っていうのは東京にあったそうです。はい、そしてこの東方電力という会社が設立された当時、吸収合併などをして、グループ会社が100社以上になっていたそうです。100社程度ですね。で、ガス事業も持っていました。で、ガス事業を分離することになりました。この時分離した会社っていうのが、ガス会社っていうのが現在でも名古屋で、この辺りで、ガスを供給している東方ガスといった会社です。この東方ガスといった会社の名前というのは、この東方電力から分かれた会社ということが名前の起源のようです。はい、そして松永が代表取締役社長となった東方電力という会社は、当時ですね、東海地方と関西エリアとそれから四国の一部と福岡に電力を供給していたんですが、次に東京、首都圏に進出しようということになりました。そして東京では、子会社
東京電力という会社を作って東京に進出することとなりました。ただ東京首都圏にはすでに電力会社はあってかなり大きな会社で、この会社も実は名古屋の名古屋電力と同様に、ライバルであった渋沢栄一が設立した電力会社だったようですが、この会社が先にいました。でこの会社に勝っていかなければならないということで、今度はこれおそらく松永が取った、戦略だと思うんですが、松永はですね、東京電力という会社を東京首都圏で設立して、この、ライバル、渋沢栄一の東京電灯という会社、これと戦っていくために取った方法が福沢孟介と同じように、この東京電灯というライバル会社を、株式買収によって吸収合併してしまうといった方法だったようです。はい、ということで時代は、電力のインフラストラクチャーが、日本に普及していく時代、そして産業界も、その普及に沿って、様々な再編があった、時代だったということがわかると思います。はい、そしてこの民間企業の、投資とそれから、競争と戦略的な工夫によって拡大していった電力業界なんですが、残念ながらですね、これは全部その後にですね、国策によって国有会社となることが決まってしまいます。福沢桃助がリードして、松永安左衛門がリードしていった電力業界が全部国のものになってしまうわけなんですよね。ただですね、松永はやっぱりその自分で、民間企業として、電力会社を成長させてきたっていうところもあってですね、国に対してですね、電力会社を分割民営化してほしいといった、主張をし始めるわけです。はい、そしてその自分の主張、電力会社は分割民営化するべきだといった主張を、組織として主張するために作った機関、これが政策提言のためのシンクタンク、電力中央研究所だったわけです。はい、そしてその後、松永は非常に運がいい人だったと思います。日本は終戦を迎えます。そして日本の国に GHQ が入ってきました。そして GHQ は日本の経済を再び活性化するといった施策を行っておりました。その時にですね、たまたま松永の作った電力中央研究所が主張していた電力の分割民営化といったプランがですね、GHQ の方針と一致をして、どちらかというと社会主義国家的な、国営の、運営方式よりも米国型の民間主導の自由主義経済の、経営に任せたいということで、ここでですね、電力会社の分割民営化が決定されることになります。そして再び電力は分割されて民営化するに至ったわけです。はい、ということで実はですね、松永は主張していたんですが、国営で全国一律で、事業を運営するとなるとかなり非効率な点もあったり、あとは独占事業となりますので競争をしないということで、みんな競争がなくなると工夫をしなくなってしまうといったことがあって、かなり非効率な状態で、運営がされることになってしまうんだと思われます。例えば国鉄ですね、日本国有鉄道、日本国有鉄道っていうのは、大赤字を出してその後破綻してしまって、分割民営化されるに至っています。で実は、この国鉄の分割民営化のプランを出していたのも電力中央研究所、松永安左衛門だったんですね。おそらく松永は民間に任せて民間の企業同士が競争することによって、工夫をすることによってサービスも良くなったり、効率的な運営ができたりするっていうことを経験からよく分かっていたんではないかというふうに考えています。はい、ということで福沢桃助が、その当時に、名古屋の拠点としていた双葉館に来ております。そして、この当時の、特に電力業界の、再編の話を中心に、今回はお話をいたしました。皆様、時代背景とかよく分かっていただけましたでしょうか。はい、この話、この動画を見てですね、私もちょっと一回双葉館行ってみようかなというふうに興味を持っていただける方がいればですね、私としてもこの動画を作った甲斐があったなというふうに思います。
Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.